ノアの生き方ナビゲーター伊藤直之です。自分を嫌いになったのは親と自分の関係にヒントがある、その2。では自分の子供を憎く親を、自分の子供を憎く思う親が本当に、そんなに大勢いるのでしょうか。そんなことはないのですが、子供を憎く思わなくても自分を憎く思っている親は大勢いるということです。親も、その前は子供だったわけですから、本当に愛されたという手応えがないまま成長すれば、やはり自分自身を嫌う大人に成長してしまいます。誰にとっても自分自身をダメだと内心で思うことは、耐え難い苦しみですから、私たちはダメでない自分になろうとして、能力や、出世、地位やお金を求める場合が多くなるでしょう。そして、努力の末にそれなりのものを得ると、手にしたものを通してダメでない自分を実感しようと、するわけです。そうした心理を持つ人が親になると、子供にも当然同様な、期待をかけるようになります。自分ができることを前面に置きながら、こんなこともできないのと、子供を暗に責める親が多くいるということです。特別な才能や能力がなくても人間がそのままで愛される存在だということを実感している親なら、自分の子供が特に勉強ができなくても才能が見られなくても、少しぐらいグズでも変わることなく、あなたが可愛いよ、あなたが大好きだよのサインを子供に送り続けることができます。しかし、自分が不安で、その不安を自分の才能や能力によって隠そうとする親は、子供にもそれを求めてしまうのです。本気で子供にも力をつけてもらいたいという気持ちもあるでしょうが、子供に対して私はあなたと違ってそれができるんだというメッセージを込めることで、親は自分の無力感や不安を紛らわすことができるからです。自分の不安を紛らわすために自分の子供を使ってしまうと、その時子供の心はズタズタにされてしまいます。親は表面的にはあなたのために勉強しろとか、才能を磨けというのですが、その背後には自分にはできたという押し付けがあると、子供は、自分は親と違ってダメな人間なんだという思いを強めてしまうでしょう。こうして、自分を嫌いになり、自分を憎む私たちが、できて、でこうして、自分を嫌いになり、自分を憎む私、たちが、出来上がっていくのです。あなたが悪かったわけでは決してないのです。